こんばんは、パーソナリティの小林芳樹です。こんばんは、アシスタントの平野恵子です。さて、10月に入りましたね。秋になって涼しくなりましたね。そうですね、はい、やっぱり暑さ寒さも彼岸までと言いますけれども、本当になんかそんな風になってきたかなと思って、はいはい、先月のですね、下旬からはちょっと秋になってきたなって思ったんですが、はい、その先月の下旬なんですが、内閣改造が行われました、はい、で自民党でもいろんなお役がまた変わられるということなんですけれども、はい、何か ありました？そうですね、いくつかどんどん追加で来るんですけども、はい一番多分大きい役職としては情報調査局長という役職になりました、うん、すごいなんかこうデジタルを駆使してどうのこうのと今頭の中なんとなくね情報って入るとそんな感じしますけどね役割としてはですね、幹事長室、まあ、要は幹事長のもとにある4つ部局があるんですけども、はい、その1つの局のトップとして役割を担うということになりますが、どんな役割を担うかということなんですけども、まさに情報調査局ですから、こう、まあ、世界も含めて日本中でどんな問題が起きているかっていうことを SNS も使いますし、インターネットも使うし、あと口コミや、まあ、報道、雑誌なんかの情報から、まあ、しっかり情報を集めてきて、大体私たちって地元の方から声を聞いてとか業界団体から提案があったりとかってあるんですけども、そういうところでは実は出てこない声とか、場合によっては今北海道だけで起きてるちょっとした課題かもしれないけど、これ多分将来日本中の課題になるよねみたいなものを収集してきてですね、これは政策的に対応した方がいいんじゃないか、場合によっては自民党の組織として対応した方がいいんじゃないかっていうことで、こう情報元に対応を促していくという、役割を担うということになります。なるほど、まあ、ちょっと具体的にはね、はい、これからいろいろこんなことされましたよっていうのが上がってくるんだと思うんですけれども、はい、情報調査局長です、はい、局長です、はい、ということは、ええ、たくさん下にいらっしゃるんですか？あ、そうですね、なので自民党にこう一つの局組織があるので、はい、自民党職員の方もいらっしゃるし、局長代理とかですね、議員のメンバーもチーム編成をしてですね、うん、マネジメントしていくということになっていますね。なるほど、マネジメントお得意ですよね。どうですかね、でもなるべくみんながこう力発揮できるようにするっていうのはこれまでもワクチンの仕事とか、はい、まあ、デジタルとか規制改革の副大臣の時にですね、50人とか大きめのこうチームも一緒に働くことあったので、はい、まあ、そういう経験も生かしてやっていきたいなと思ってます。はい、また新しい部署でということですが、すみません、いくつも上がってくるっておっしゃったんですが、はい、兼務ですか？そうですね、この自民党を運営するための役職、前の副幹事長とか今回の、はい、まあ、このずっと前にあった青年局長とかですね、うん、これって自民党を運営するための役職なんですね、はい、で一方で政策を作る部門っていうのは別部門なんです。なのでこっちで例えばなんとか経済産業部会みたいな、経済産業省の政策を作るよっていうところの部会長とか、はい、私がずっとやってきた新しい資本主義スタートアップの政策の事務局長とか、こういうのはちょっと別の仕事になるので、これは兼務する場合って結構あるんですね。あ、なるほど、はい、はい、じゃあまたお忙しくなりますね。そうですね、なのでまあ自民党の運営を良くしていくっていうことと政策をどんどん作っていくっていう、これ並行してやっていくことになりますので、また決まったものはですね、共有しながら、しっかり皆さんからいただいた声をですね、政策にするっていうのもそうなんですけども、やっぱり情報調査局長の仕事としてはですね、いわゆる声なき声というか、なかなか世の中に出てこない課題を早く察知をして実現をすると、政策を実現するっていうのが重要な役職だと思うので、なんか政治ってですね、特定の人の声ばっかりが届くとか、なんか大きな団体の声ばっかりが届く、そんなイメージあると思いますけども、いやいや、なんか自分たちのちょっとした課題も声が届かないかなと思ったものも、あ、ちゃんと解決されるんだということを実現できるようにやっていきたいと思ってます。お、じゃあそういうことを払拭できるということですね。はい、はい、もう素晴らしい断言されましたので期待したいと思います。さあ、この番組はパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM スペムのホームページからどうぞ。この番組は講和物産パネソ22の提供でお送りします。サロンデトーク、今夜は福山市友の浦歴史民族資料館学芸員の
男女コーチさんをお迎えしています。男女さん出番です。はい、こんばんは。こんばんは、男女さん、よろしくお願いします。まずは福山市友の浦歴史民俗資料館、はい、これ行ったことある人も多いと思うんですけど、意外と丘の上にありますからね、ちょっと足が遠のいている方もいらっしゃるかもしれないんで、うん、どんな魅力が詰まっている場所か、はい、まず紹介いただいていいですか。友のですね、港を一望できます。でちょっと小高いもんですからね、天気のいい時はですね、四国まで見えます。すごいスカッと開けた場所ですよね。本当にね、開けた瀬戸内海が一望できるいいところにあります、うん、そしてそこはですね、小高い丘は昔将軍がいた鞆幕府の拠点であった鞆城もあったところなんです、うん、そこに、まあ、鉄筋が建っているんですけどね、はい、その中にですね、鞆の歴史文化をですね、地元の方が一生懸命集めたものをですね、系統的に紹介をいたしております、はい、これ何階建てなんでしょう。2階建てで地階もちょっとありますけどね、はい、基本的には2階です。なるほど。どんなものが展示されているんですか。今はですね、八作の馬という鞆ならではのですね、血体な馬があるんですよ、うん、そういった民族資料を紹介いたしております、はい、であとですね、鞆の祭りとか、うん、多彩に祭りありますんで、そういった彩り取りもですね、祭りのご紹介。そして2階にはですね、春の海で有名な宮城道夫先生のですね、こととかの遺品も飾ってあります、うん、これぜひ鞆の浦の一つの魅力って、どんどん毎月のように開かれるお祭りは魅力ですよね。ですね、この前もですね、秋祭り調査があって、はい、調査私も行きました。これで盛り上がるんですよ。盛り上がってましたね。ただね、マスコミはほとんど紹介してない、うん、隠れたね、大祭りですよね。えすごい、もう出汁をみんなで引きながら、でこう当番の町に行ったり、はい、別の町に行くたびにそこでもう大騒ぎして、でクライマックスが調査なんですが、ええ、その前夜祭前の前ももっと面白いです、うん、ね、各地でこう宴会が開かれてて、ええ、でまた見せ物作り物とか、はい、面白いですね、アトラクション展示もあるんですが、はい、その話をすると多分後半に行けないんで、そうですね、はい、ということなんで、ぜひこの歴史民俗資料館ですね、はい、こう一回まず行ってもらうと、はい、なんかこう鞆がなんでこんなに素敵な場所なのか、そうなんです、魅力が大体一つ分かる。そうですね、で鞆ですね、これ本当に私も最初ですね、ちょっとバカにしたというか、ちっちゃい港町かなと思っていたんですが、うん、勉強すれば調査すればするほどですね、奥が深い、かなりすごいですね、世界的にも稀な港町です、うん、文化が凝縮されてます。はい、実は男女さん、もともと鞆の浦の人じゃないんですね。じゃない、で本当素人なんです。はい、行って勉強をですね、地元の方に教えてもらってですね、いろんな調査活動をする中で新しいことをですね、解明していって頭にちょっとずつ入っていって、なんとかですね、鞆、うん、の歴史文化を紹介できるようになったかなと。鞆、はい、の皆さんのおかげです、うん、ちなみに、なんで学芸員にきっかけは何ですか。きっかけと言うと、私絵が好きでして、はい、まあ、美術史をやってたんで学園の資格を取っておりました、うん、でたまたま市役所で学園の採用があったもんで、市役所の方に採用されて学園になっております、うん、でもともと鞆の仕事は何もしてないです、はい、福山城とか美術館とか芸術文化とか文化財、鞆、うん、のことは何も知らなかったという素人でした、はい、それが途中から、で世の中面白いもんでね、はい、行くと本当にね、勉強になってですね、うん、これはちょっとですね、10年20年スパンではですね、はい、もう頭に入らないぐらいの奥の深さがあります。じゃあ腰を落ち着けてですね、しっかり研究して。ただだいぶ年を取ったんですけど、まだまだ奥深いやることがありすぎて困るという。すごいですね。でもなんかこう少し端的に、なぜ鞆って面白いのか、その歴史的価値は何なのか、それちょっと教えたいですか。でもう究極はもう天然の自然の贈り物、宇宙の贈り物なんです、うん、宇宙というのは大きい月がありますよね、はい、月には引力があります、はい、でこれによって潮が毎日毎日ですね、うん、
高くなったり低くなったり潮の満ち引きですね。そうなんです。もう宇宙からの贈り物で、まあ、潮待ちということは多分小林さんはピッと分かると思うんですが、はい、分かります。はい、あ、一般の方はなかなか分からない。そうですね。で、まあ、共に向かって下関方面と大阪から潮が流れ込む、うん、その真ん中が友なんですね、はい、ですから、航海時代船がですねまだ動力ない時代にはですねそういった潮力潮の流れをうまく使った航海が必要だったんですね。だから潮が満ちるときは東西から友に向かってくればスムーズに入ってくる。ですからもう強制的に友に来ると来ると。でそこで待ってて、うん、潮が引く時になると、ま、今度は東西にこう離れていく時が楽だと、うん、よくわかります。ですから、うん、次の潮待って出ていく、うん、潮待ち、はい、ですから潮あの友が発展した一番の鍵は潮待ちだと思います、うん、ただそれだけじゃないですよ、はい、で天然の円形のこういった湾があります、はい、天然の、円形湖これ珍しいです、はい、うん、これが良好の、条件の一つです、はい、さらにですね仙水島、弁天島、玉津島、うん、島々がですねその港を守るようにですね、今でいう防波堤ですよね。なるほど。の役割も担っているんです。だから本当に港として使いやすい条件がまだまだあるんですが整ってですね、そういった好条件を兼ね備えているからこそですね万葉の時代からですね、うん、いろんな人々が共にやってくる、はい、そして物資も世界からもやってくる、うん、国内からいろんな材料もやってくる、技術も文化も集まる、そういった中からいろんなものづくりも生まれてきてますということで、その条件から整ってきていろんなものが生まれてるんですが、今日は、うん、今日はですね、まあ、友ではいろんな伝統産業があるんですが、はい、大きい2つがあるんですが、はい、1つは鉄鋼業、友梶、うん、はい、これ今日はちょっと置いておきまして、はい、もう1つ大きいのが宝明酒、はい、これが伝統産業としてはかなり大きいです、うん、で今ですね友に行ってですね例えば常夜灯とかいろは丸展示館とか大竹住宅、友の港の真ん中の町並みを皆さんよく見学されると思いますが、うん、これを作ったのはなんと宝明酒の産業なんです、はい、ですから今友が町並みで脚光を浴びてますが、うん、10年間という選定を受けてますが、はい、そしてさらに日本遺産になってます、うん、その各中心まで宝明酒なんです。宝明酒があったからこそこの建物が立ち、はい、そうです、それがまた10年間として価値が残っていると、はい、ですからそこまでの産業が友に起こって、はい、で町まで作ったという、うん、結構ねでっかい産業なんですよ。ああ、しかしあれこうどちらかというとこう薬草をうまく使ったお酒、ね、ということなんですけど、なぜ友の良であれが生まれたんですか。もうそれは生まれるべくして生まれたと思います、はい、ですから材料が全国から友に集まります。なるほど、はい、でそういった技術文化も集まります、うん、そういったことですね、ものづくりに長けておったのが友の特徴なんですね。じゃあ最新の技術と文化がもう一気に集積して、多分、ね、西洋からも中国からも朝鮮からもそういった文化が入ってる、科学も入ってると思います。うん、ですから当然のことですよ。なるほど。だからいろんなものがそこから生まれる中でここの宝明酒が生まれたということ で、また逆に作った製品をですね、はい、全国外国まで売りさばけるですね回路がともに海運が発達しておったというか交通の拠点だったというのも言いますね、うん、じゃあ当時あれですか、宝明酒はもう日本全国に、そうなんですよ、売られていたということ、もうこれかなりのブランドですよ。お、多分ね、あの今だった総大臣がね持ち歩かないといけないぐらいです、はい、ぐらい、もう海外に持っていく時ももうこれしかないという、お土産は宝明酒、ただ中身の薬酒もすごいんですが、うん、パッケージ容器がこだわりにこだわりがあるんですよ、はい、実はこの間私あの友の浦でアートはいはい、アートの展示が友の町で開かれて毎年行ってるんですけど、はいはいはい、実は今年はこの間行ってきたんです、はい、でその展示の会場が一つ、はい、実はこの歴史民俗資料館になってたんで、はい、プッと上がって入り口入ってみたら、宝明酒の山がありませんでした。山がありました、とっくりの山が
すごいですよね。今日もここに持ってきていただいてますが、はいはい、これのあの何倍 ?100 倍ぐらいある大きいやつから青梅市の山を作りたかったんです。なるほど。で今年ですね、青梅市ができてですね、はい、なんと1年は何年でした何日でしょうか。1年365日、ピンポン、はい、創業365年なんですよ。おお、ね、すごいすごい、ちょうど一回りですんです。ですから365点ですね、その山にしようと思ってます、うん、なるほど。このとっくりを、はい、入れ物を全部集めてある、はい、あれでも365年ってことはあれなんですね、はい、この間福山城築城400年でしたから、だから福山城水の勝成こう来て、その後ですね、後に出来上がってるんですね、はい、すごい、まあ、その前のお酒とかもあったと思いますけどね、うん、じゃあ江戸時代から明治、はい、大正と、はい、その頃にこうどんどん全国にですね、まあ、江戸時代は中村さん青梅酒屋さん一軒が独占してましたけども、明治になってからですね、うん、いろんな店がですね、改良を重ねて、はい、今現在は4軒の店がですね、それぞれ、はい、ちょっと違った味でですね、はい、飲み比べると面白いような商品作ってますね。なるほど。というわけでせっかくちょっと今日はとっくり持ってきていただいたので、はい、一つずつちょっと解説を後半でいただきたいと思います。分かりました。はい、はいはい、ではこの辺りでちょっとブレイクです。今夜は福山市友の浦歴史民俗資料館学芸員の南條幸司さんをお迎えしています。南條さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで今日はこの宝明酒の入れ物、そうですね、持ってきていただきました。ちょっと紹介いただいていいですか。今日ね、映像も出るということで、はい、私の話よりもこのね、絵の方がいいと思います。はい、まずですね、ここに菊が描かれています。はい、秋ですよね、うん、で、ここに文字もあります。はい、これなんて書いてあるんですか。読めると思いますが、読んでみてもらえますか。うん、なんとか玉堂って入ってる。とも行く玉堂。あ、行く玉堂。ともにあるですね、行く玉堂というのがですね、うん、中村さん、宝明酒屋さんの屋号なんですね。はい、ですから、ちょっといい作品にはこういったね、ブランド名を入れてます。うん、なるほど。で、行く玉堂はちなみに大阪にある行く玉神社の近くからですね、うん、やってきた中村さんということで生玉を使っているみたいですね。生玉堂さん。で、この絵もですね、面白い。この絵はどこの絵と思われますか。これあれですか。これ山？あれ？海と山。潜水島ですか。ピンポン。おお。わかりますね。これ多分ね、福前寺大長老、はい、からの眺めだと思います。なるほど。でこれね、バラだったらよかったんですが、うん、あの葉っぱを見たらボタンなんです。ただね、バラの絵もですね、うん、何点もありますから。あ、そうなんですか。すごい必見ですよ。へえ。あとね、コウモリも配されたものもあります。ああ、やっぱり福山にちなんだ。なんとね、福山市の先を見ていたのかもわからないという一品がいっぱいあります。これだからとっくりと言いつつ、この4面ある、はい、ね、でこれもちょっと、ね、四角錐型ちょっと豪華なものです。はい、うん、じゃあやっぱ贈答用とかに使われたんですかね。もう献上品。あ、そうですね。でこういったのをですね、多分、水の藩士とかがですね、幕に持って行ってですね、はい、皆さんにこう配るといいことがあるという、うん、なるほどいうことだったんじゃないかと。ギフト用のあれと、本当献上品だと思います。他にもさらにあと4種類ありますね。まだまだあります。はい、これですね、はい、ちょっとこれちっちゃいんですが、まだまだでっかいですね。大型のものもですね、うん、またあの特別展でご紹介いたしますが、ちょっとふっくらした太めのとっくりですね。でこれですね、はい、あの漢字で漢詩が書いてあります。はい、でこれにも生玉堂とか、あ、そうですね、生玉堂さんの、宝明酒がですね、非常にこうよくて酔ったと、うん、で友のこういった景色も非常に美しい景色にも酔ったと、そういったことをかけた漢詩をですね、はい、なんと朝鮮通信使の方がですね、うん、書いたものがあって、それを絵付けをしてます。ただこれ出来上がったのが江戸後期で、通信使がもう来てないんですね。はい、通信使が終わってから100年ぐらい経ってからですね、うん、もうこの宝明酒に通信使の漢詩を入れたということはですね、うん、これはあの、まあ、
通信士の文化が江戸後期ですね、まだまだヒット商品というか、はい、精神的な文化であったということを明かすこともありますし、なるほど、それともう一つはですね、あの通信士の文化を後世に伝えようという意思が中村さん、文化度高い人ですから、そういう意味ではその時の価値観とかが伝わってくる、そうですね、あれですね、面白い。そういった中村さんの褒め詞と友の継承をめでた漢詩です、はい、だそれがですね、この絵も入ってます、先ほどと同じです、ね、福前寺隊長から、まあ、通信士のこうメッカですね、はい、そういったものを一緒にあしらったとっくりです。面白い。さらにまたこの可愛いのもいますね可愛いですね、はい、タヌキですか、やっぱりタヌキです、うん、でこれですね、あのたぬきどっくりと呼ばれて、まあ、結構ね新しいというか明治になってからのものです。で形もですね、表情もですね、尖った形から、はい、犬みたいなものからですね、うん、多彩にあります。へえ、じゃあこういう動物を模したどっくりも結構あります、涼しいな、はい、面白い。さらにそうですね、この大きいですね、でこれはなんか、ね、力を入れたいんですが、これですね、穴が開いてるのが見えます。あ、本当だ。映りますか。すごいですね。映ります？じゃあ真ん中ここは完全に空洞になってて、これね、水が漏れて困るんですよ。なるほど。で、こういった失敗作なんて作るんかな。はい。それ冗談です。漏れないんです。もちろんね。こちらを見てもらうと、はい、見えますか？すごいですね。管が通ってまして、うん、絶対に方面紙とか水は漏れます。ああ。で、なんでこんな難しい、これ結構ね作るの大変なんですよ。そうでしょうね、これ焼き物で焼くって大変ですよね、うん、でこれね、かずら通し、ひも通しといわれるとっくりのタイプです。はい。でこれですね、いろいろ私が見た中では全国で友どっくり、大飯どっくりしかないと。もちろん現代はありますよ、はいはい、江戸時代の後期にですね、うん、友の中村さんが考案したんではないかなという推測を今してます。友オリジナル、はあ、発明品だったんですね当時はね。ですね。でこれね、シャレてぶら下げて持ち運びもできます、うん、でカズラ通しというカズラがですね、こう上にあるとですね、うん、花のようにも見えるんです。もう優れものというか。へえ。でこれをお土産で持っていったら多分ね、そこの家で話題になりませんか。そうでしょうね、当時わーってなるでしょうねこれ穴開いてるけど大丈夫かみたいなでもっとすごいのはですね、今回見つかったんですが、はい、ここに水墨画的な絵とか、うん、いろんな花を描いたものが出てきました。へ、でそこにはですね、非常に巧みな絵なんですが、金彩、金もキラキラ光るような見事なものまでも出てきています。すごいですね。そしてこれ、これですね、これこのくびれた、これ四方がくびれてますね。まあ、先ほど褒め詞どっくりが全国に広くですね、売られてきたという話をしましたが、うん、茶道という、はい、今ちょっと日本世界遺産ですか、で旬なんですけれども、茶道からですね、うん、先日ねわざわざ持ってきてくれたんです。あ、そうですか。このとっくりの特典展示があるからということで持ち込み、これは友の皿山焼きという褒め詞屋さんの窯でできたとっくりなんです、うん、これはいろいろ、まあ、それが佐渡にあったっていう、やっぱり全国に流通してたんですね。で友でできたという証がですね、うん、これまあなかなか難しいと思うんですが、はい、これ人形とっくりというんですが、この後ろにですね、こう手の指跡とか見えますか。はあはあ、指輪と指紋の跡が見えます。よくよく見ると、ああありますね。でこれがですね、無線焼きにはまず絶対ないんですよ、うん、へえ。友の皿山ではこういった指紋をピッと残す、うん、ああこうシュッとこう、うん、指で撫でて、なぜかというのはまだ分かんないんですよ、うん、まあ、私はサインというか味を出すというか、本当はお着なのかも分かりません。あ、でも全部くびれのところに全部入ってるんですね。で備前焼ではですね、うん、人形以外のところは線を指が跡を残します、はい、で友ではですね、うん、それは必ず消さずに入れるというのが友どっくりなんです。という、これだけの、まだ今日は5種類だけでしたけども、たくさんある展示が、うん、ちなみにいつから見れるんでしょう。10月の13日から始まります、はい、
朝は9時からですね。そうですね、はい、夕方は5時まで、はい、ちなみに終わりは12月の3日までということ です、はい、これはなんか本当は解説聞きながら見たいですけどね。ですね。これは解説付きの日とか決まってるんですか？特に設けてないんですが、はい、私がいてですね、はい、調整できれば、はい、ご要望があれば解説いたします。入り口のところで、はい、今日は解説お願いできますか、はい、と聞いていただけるといいんですかね、はい、いいですね。じゃあもうぜひこれも本当面白い展示になると思うんで、うん、ぜひ皆さん行っていただきたいと思います。何か最後一言リスナーの皆さんに。これですね、珍しい特技がですね200点も並びます、はい、で今日はちょっと前哨戦でささやかなものを覆ってきたんですが、はい、びっくりするですね、うん、とっくりだらけですので見応え十分です。でさらにこれがどうしてできたかというのをですね、うん、考えるようなヒントもですね、はい、会場に用意いたしておりますので、そこまで見てほしいと思います。ぜひもう皆さんこれ本当におすすめですね。私も前哨戦の展示だけちらっと見てきましたけど、ものすごい迫力があって面白かった、はい、ぜひ、なので鞆の浦歴史民俗資料館10月13日から12月3日までこの特別展やってますので、ぜひ行ってみてください。なので今夜はお忙しい中、ナジオさんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今夜のゲストは福山市鞆の浦歴史民俗資料館学芸員の南條浩二さんでした。お宝がねすごいんですよ本当に、ね、もう、はい、びっくりしたのはさっき備前焼っていうふうにおっしゃってたんですけども、はい、いろんな焼き物ですよね。今日見せていただいたものだけで。そうなんですよね。窯が違うっていうのが、はい、鳳明酒ってどの窯にも合うのかなってねえ、っていうかそれだけやっぱりねニーズがあったんでしょうね。ですよ、うん、面白いですよ、うん、それだけ見るだけでもなんかこう友の魅力が伝わってくるって。そうですね、深、はい、いなと思いました、ねえ、はい、お酒好きじゃない人もですけどこれ入れ物見るだけでも結構楽しい展示になると思います、うん、ぜひ行ってみていただきたいと思います。もう匂いを嗅いでもないんですよね。はい、ないです、はい、残念ながらありません。江戸の匂いとかなさそうですね。そこはやっぱり鳳明酒屋さんに行っていただいて買っていただくということで、はい、それでは今夜もお相手は小林美希とアシスタントは平野恵子でした。また来週この時間にお会いしましょう。この番組は興和物産金曽22の提供でお送りしました。